熊野さん、ちょっといいですか？聞きたいことがあるんですけど。何？もう就業時間過ぎてんだけど。すみません。でもどうしても早急に確認しておきたいことがありまして。明日にしてくんない？俺、中途採用の山之内さんと違って正社員だからさ、やる仕事も多くて毎日疲れてるんだよね。確かに自分は中途採用ですけど、今正社員であることには変わりないですよね。何？もしかして先輩である俺に文句言っちゃう感じ？すみません。でもこれは別に文句じゃなくて、ちゃんと聞きたいことがあるんです。なあ、だる。せっかく動画見ながら電車乗ろうと思ってたのに、うざいわマジで。てかさっさと要件言ってくんない？担当直入に聞きますね。自分が聞きたいのは、真野さんの提出した経費の件です。経費？普通に仕事に必要な経費を提出してるだけだけど。てかお前、経理じゃなくね？なんでそんなことお前が聞いてくるわけ？今日仕事終わった後に帰ろうと思ったら、経理の人が残っていて大変そうだったんですよ。だから手伝えることがあればというふうに声をかけて、部署ごとに経費書類を分けている際に真野さんのを見たんです。何お前、勝手に俺のやつ盗み見して文句言ってきたってこと？非常識すぎじゃね？すみません。でも同じ部署の人間として黙っていられないと思い、今日は連絡させていただきました。めんどくせえ。てかさ、お前中途採用だろ？俺より年上のくせに中途採用とかダサいんよ。言っておくけど、この会社では俺が先輩だからな。そういう話をしてるんじゃなくて、経費の話をしたいんですけど。俺が言ってることわからない？お前は俺の後輩なんだから黙ってろって言ってんの。俺らの部署に最近入ってきたばっかりのくせにさ、先輩の俺に経費の文句言ってくれとか普通にうざいんだって。そうやってごまかすってことは、やっぱり自分でも何か後ろめたいことでもあるんですか？なわけねえだろ。ただお前の探偵ごっこに付き合うのがだるいって言ってんの。とに年上かよ、キモいわ。真野さん、確かに会社内では真野さんの方が1年先輩かもしれないですけど、年齢的には自分の方が4つも上なんですよ。敬語を使ってほしいとまでは言いませんけど、少し言葉遣いが悪すぎませんか？何お前、自分は人生の先輩だとでも言いたいのか？そういうとこが鼻につくから前の会社もクビになったんじゃね？クビ？何の話ですか？いやいや、お前前の会社クビになったんだろ？だから中途採用でうちの会社に入社してきたんだよな。いや違いますけど、単純にこの会社に魅力を感じて転職しただけです。前の会社はクビになったわけじゃありません。いって、普段から見ててお前は多少仕事はできるみたいだけど、こうやって先輩に対して常識がないからな。だからお前をクビにしたくなる上司の気持ちもわかるわ。真野さん、話を変えないでもらえますか？自分は真野さんの経費の件で話を聞きたくて。お前に話すことなんかねえんだよ。それにさっきから言ってるけどな、俺が経費で請求してるのは全部営業の仕事に必要なものだ。お前には関係ないだろ。でも今日提出されていた経費書類に電子機器って書かれていましたよ。金額もそこそこ高かったですし、何を買ったんですか？お前に関係ないだろ。お前は入ってきたばっかりでわからないかもしれねえけど、いろいろ営業には必要なアイテムがあんだよ。いやでも、燃えについたわ。 LINE もそろそろだるくなってきたし切るわな。じゃあまた明日。ちょっと真野さん。真野さん、お疲れ様です。ちょっとお話いいですか？またお前かよ、山内。お前俺にライバル心でも抱いてんのか？そういうわけじゃないですけど、ついさっき分かったことがありまして。分かったこと？なんだよいきなり。真野さん、今日一日のほとんど営業に行くって言って会社にはいませんでしたけど、だいたい何社くらい営業で回りました？なんでそんなこと聞くわけ？いいから答えてください。一日ずっと外回りしてたんですよね。
だったらそこそこの数の会社を回れたんじゃないですか。お前何なの？何が言いたいわけ？単純に聞いてるだけです。答えてください。まあざっと4社くらいじゃね。今日は暑かったし時々休憩もしてたからな。どこの会社ですか？ああ今日真野さんが回った会社、1社でもいいので営業に行った会社を教えてください。何なんだよお前、そんなに俺の行動を逐一把握したいのか？そういうことじゃありません。とにかく質問に答えてください。別にいつも言ってるところだよ。鹿はフーズとか中野食品とかもっと別の契約もしてもらおうと思ってな。新規の会社よりうちと取引経験があるところの方がいいと思ってんだよ俺は。そうですか。で何？お前はそんなことをいちいち俺に聞いて何がしたいわけ？おい聞いてんのか？ああすいません、でもおかしいんですよね。おかしい？今ちょっと確認したんですけど、鹿はフーズさんも中野食品さんも今日は真野さんは営業に来ていないと言っています。ああ？というかアポ自体取られていないと、これどういうことでしょうか？お前何言ってんの？確認したってわざわざさっき俺が行った会社に連絡したのか？そうですけど何か問題ありますか？いやいや問題ありますかじゃなくて、お前俺に恨みでもあんの？俺の荒探ししようとしてんだろ。荒探しって自分は単純に事実をはっきりさせたいんですよ。だからこの間の経費の件も今回の営業の件も本当のことを話してくれませんか？お前みたいな無能社員に関係ないっつってんだよ。てかお前調子のもいい加減しろよ。これ以上俺の邪魔するんだったらクビにしてやるからな。クビですか？お前は知らないだろうから一応忠告しておいてやるけど、俺にはな社長とのコネがあるんだよ。それってつまり真野さんは社長と親しい関係にあるってことですか？そうそう、俺は社長とだいぶ仲がいいからさ、俺が気に入らないやつとかを報告すればクビにしてもらえるんだよな。そんなことを本当にできるんですか？真野さんだって去年入社したばっかりですよね。そんなの関係ないんだよ。とにかくクビになりたくなかったら黙ってろ。分かったな。マノさんどういうつもりですか？いきなり廊下で殴ってくるなんていくらなんでも非常識すぎると思うんですけど。何お前、まだ懲りずに連絡してくるのかキモいんだけど。こっちの話を変えないでもらっていいですか？殴られたところをだいぶ痛いんですけど。上に報告されたら困るのはマノさんですよね。勝手に報告すれば、俺がお前のこと殴ったっていう証拠は一つもないし、そもそもお前みたいな無能な中途採用の話聞くやつなんてこの会社には一人もいないんだよ。どうでしょうね、もしかしたら真野さんと自分が言い合いしてたところを見てたっていう人がいるかもしれないですよ。もしそうなったら俺がそいつクビにしてやるよ。俺と社長の仲だからな。頼んで即クビにしてもらうわ。俺も親子の仲なんですよね。え、親子？俺社長の息子なんですよ。お前どうした？とうとう頭狂った？はい？いや、いくら自分の立場が弱いからってそれはないだろう。俺が社長とコネ持ってんのに対抗ってか？だからって社長の息子ってもうちょっとマシで嘘つけよ。いや嘘じゃないんですけど。いくらなんでもすぐバレる嘘つきすぎだろ。マジお前みたいなやつが一番キモいんだよな。変な嘘ついて対抗しようとしてくるあたり、マジ人として終わってんな。信じてくれてないみたいなんで本当のこと言いますけど、自分は本社から偵察に来たんです。この支社の状況を把握するために一時的に派遣されたんですよ。ああ偵察？お前みたいなひょろっとした出来損ないがそんなことできるわけないだろ。それに社長の息子ってお前がそんなすごいやつだったらとっくに噂になってるから。内緒で偵察に来たのに噂になったら困ると思いません？この社内でも自分の存在を知ってるのはごく一部です。普通に働いてる社員は自分の素性は知らないですよ。
それっぽく言っとけば俺が信じるとでも思ったが、残念だけど俺そんな踊らされるやつじゃないんだわ。お前が俺に対抗するために嘘をついたっていうのはわかるけどさ、ついた嘘の内容とつく相手がまずかったな。はあ、そうですか。別に信じないんだったらそれはそれでいいんですけど、後で困るのは真野さん自身ですからね。いっちょ前に俺のこと脅してんな。やば、無能すけすぎだろ。そうやって強気に対抗することしかできねえのかよ。対抗って言われても自分はただ事実を伝えただけなので、真野さんが信じないんだったらもういいですよ。わかればいいんだよ。とにかく今後また俺に立てつくようなことがあったら、その時は本気でお前のことクビにするからな。それが嫌なんだったら黙っておとなしくしてろよ。おい、山内、お前何した？ああ、真野さんですか。どうしたんです？とぼけんな！いきなり上から今月末で懲戒解雇だって言われたんだよ！懲戒解雇？まあ、俗に言うクビってやつですね。やっぱりクビなのか？なんでこんなことに心当たりがないんだよ！お前がなんかやったんじゃないのか？なんかって何ですか？しらばっくれんじゃねえよ！どう考えたってお前しかいないんだ！なんか上にチクっただろ。どれのことでしょうね。自分のことを殴ったことですか？あ、それとも外回りって言って延々と外でサボってることですか？あ、そうじゃなかったら経費を水増し請求してたことですかね。やっぱりお前だったのか。俺の忠告聞かなかったのか。黙ってないとクビにするって言ったよな。でも現に自分はクビになんかなってないですし、むしろ首の危機に陥っているのは真野さんですよね。こんなのおかしいだろ。なんで俺が首なんか。そりゃそうでしょう。仕事に必要ないものばっかり買って経費で落としてたんですから。うるせえ、仕事に必要だって言ってんだろ。外回りもしてない人が何言ってるんですか。とにかくお疲れ様でした。ふざけるな。俺が首なんて絶対納得いかねえんだよ。大体お前がチクったからこんなことになったんだ。責任取って医者料払え。お前が会社に払うんだよ。え、俺が？ああ、もうマジでめんどくさいわ。もう隠す必要もないから普通に話すけど、俺が何のためにこの医者に潜入したと思ってんの？山之内、お前その話し方どうしたんだよ。気安く呼び捨てしてんじゃねえよ。年下で去年入社したばっかのゆとり社員のくせに、今まで散々俺のこと見下して楽しかったか？あの、急にどうしちゃったんです？なんかそのキャラが。今まではお前の本性を引き出すためにおとなしいキャラ演じてたんだよ。本社の方にこの支社から連絡が来てな。お前のことでクレームを社員から受けるけど、どうしていいかわからないって。本社の方で対象を決めてほしいって言われて、何も見てないのに決めるわけにはいかないだろ。だから俺が支社に潜入して偵察してたってわけ。あの山之内さん、もしかして前に言ってた社長の息子っていうのも。事実だよ。俺の両親は離婚してて、俺は母親の方について行ったから。社長である父親とは名字が違うけどな。嘘だろ、本当に社長の息子だったのか。というかさ、真野さん、社長とコネがあるとか言ってたけど、俺の父さん、お前のこと名前すら知らなかったけど。いや、それは、その、散々コネがあるだなんだって俺のことを脅してたのに、結局口だけだったのはお前の方だろ。すいません、違うんです。本当に悪気はなくて、山内さんのことを本当に中途採用だと思ってたので。は？俺が中途採用だったらあんな対応していいって？違いますけど、でもその、社長の息子さんだって知ってたら、俺ももっと違う対応ができてたっていうか。それじゃ意味ないだろ。こっちはお前が普段どういう行動をしてるのか、それを調べに偵察しに来てんだよ。俺が社長の息子だって知ってたら猫かぶるだろ。それは、とにかくお前のことは上に報告した。その結果クビになったってことだ。そんな。ちなみにお前が水増ししてた経費の件も、
仕事に不必要だったものの分は返還してもらうからな。え、それってお金を返すってことですか？当たり前だろ。横領罪って言って立派な犯罪だからな。警察にも今から連絡するつもりだよ。警察、ちょっと待ってくださいよ。何もそこまで大事にしなくても。お前がやったのはそれくらい大きいことなんだよ。ちなみにお前はまだ入社1年で退職金も出ないから、水増し分は全部自分で支払ってもらうからな。それじゃ。そんな、許してください。お願いします。もうしませんから、助けてくださーい。それから警察にも報告し、マノは無事横領罪で逮捕されることに。詳しく調べた結果、経費として水増し請求してたものは全部で100万近くあったんだとか。マノは会社から水増し分の返還を求められ、今では借金を抱えて生活しているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。